強すぎる女武将ベスト5、勇敢に戦った女性たちの生き様。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は強すぎる女武将ベスト5について紹介していこうと思います。日本の歴史の中で女性が戦ったという記録はほとんどありません。なぜなら女性は男性と比べてか弱く、戦場でどんなひどい目に遭うかわからないからです。また武家では古くから女性が家を守るとされていて、よほどのことがない限り戦いに加わることはありませんでした。ところが長い戦乱の歴史の中では、男性顔負けの活躍ぶりで歴史に名を残した女武将がいたのです。今回はそんな強すぎる女たちにスポットを当て、勇敢に戦った女性たちの生き様をご紹介していきましょう。第5位、精妙な弓の腕前で敵を翻弄、半額御前。源平合戦の最中、越後の国に上司という豪族がいました。もともと平家に味方して源氏軍と戦っていたのですが、壇の浦で平家が滅亡すると降伏して許され、当主長持は御家人として領地を安堵されたのです。ところが鎌倉幕府が開かれた後、権力争いに敗れた有力御家人梶原景時が殺されると、長持は悲憤のあまり京都で反乱を起こしました。なぜなら平家方だった自分を保護してくれたのが景時だったからです。乱はあっけなく鎮圧されるものの、越後でも反乱の火の手が上がっていました。長持の甥助盛が周辺の豪族たちを制圧して徹底抗戦の構えを見せたのです。幕府は上一族の追討を決意し、佐々木盛綱を大将とする数万の大軍を派遣しました。一方上一族は突坂城にこもる一千ばかり、その中に体がひときわ大きな女武者がいました。それが助盛の叔母である半額御前です。幼い頃から武芸をたしなみ、弓の腕前は百発百中で並ぶ者がいなかったとか。建仁元年1201年5月、突坂城を囲んだ幕府軍がいよいよ攻撃を開始しました。ところが城方はやや石を雨あられのように浴びせかけて幕府軍を悩ませます。討ち死にや負傷者は数知れず、城へ取り付くこともできません。さらに半額の号泣から放たれる矢が幕府軍の武士を苦しめました。矢が外れるどころか敵を面白いように抜き、硬い大鎧ですらたやすく貫通したといいます。また矢が勢い余って敵二人を同時に串刺しにしたとも。彼女は髪を子供のように束ね、体には鎧腹巻きをつけ、矢倉の上に立って矢継ぎ早に追いかけてきます。この女を何とかしなければ、佐々木盛綱がそう考えた時、盛綱の前に進み出てきた男がいました。信濃の住人で藤沢清親というものです。それがしにお任せをと言うと、城の背後にそびえる山に登り、高い場所から半額を狙いました。すると矢は彼女の股を打ち抜き、倒れるところを清親の家来が生け捕りにしたといいます。半額が捕らえられた後に城は落ち、助盛は逃亡して行方知れずとなったとか。さて捕獲された半額は鎌倉へ送られ、将軍源頼家が院見することになりました。さらに男勝りの女武者とはどんなやつだとばかりに、多くの御家人が見物するありさまです。やがて御簾の前まで進み出てきた半額ですが、その様子は少しも動じることがなく堂々としたもの。また容貌は大変美しい顔立ちでした。すると頼家の側近浅利義遠が恐れながらと申し出ます。怪訝な表情を浮かべる頼家に対し、この女の預かり先がまだ決まっていないのであれば、それがしが迎えたく存じますと願い出ました。この女は聞き死に勝る豪傑、そのようなものを預かりたいとは何か理由があるのではないかと頼家が尋ねると、もし妻として迎えればきっと力強い男子を産み、朝廷を守り武家の繁栄を助けることでしょう
と頼藤は答えたそうです。こうして半額は甲斐の国へ移り住み、義藤の妻となりました。ちなみに義藤と半額の間に生まれた嫡男智義は、その後承久の乱で活躍し、出羽の比内地方を与えられたといいます。半額御前についての詳しい動画もありますので、興味のある方は右上に表示される半額御前の動画はこちらからご覧になってみてください。第4位、策謀を駆使して島津軍を撃退した尼御前、吉岡妙倫に。天正6年1578年、耳川の戦いで大敗した大友氏は、名だたる諸将を失って衰退しつつありました。さらに天正14年1586年になると、島津氏の大攻勢を受けて防戦一方となります。多くの家臣が裏切り、領土が散色されていく中、果敢に抵抗した女性がいました。それが吉岡妙倫にという尼さんです。もともとは大友家臣吉岡重興の妻だったのですが、耳川の戦いで夫が討ち死に、嫡男宗益と共に鶴崎城を守っていました。城は現在の大分市にあたります。ところが島津軍が迫るとともに、宗益は主君大友宗麟がいる臼杵城への籠城を命じられました。宗益は共に臼杵へ向かうよう妙倫に懇願しますが、彼女は聞き入れません。夫と暮らした城と運命を共にしたかったのでしょう。こうして妙倫には年老いた家臣たち、そして300ばかりの兵と籠城を決意します。しかし彼女はただで城をくれてやるつもりなどありません。近在の農民たちに畳や建具などを大量に持ってこさせ、なんと急増の砦を作ってしまったのです。また農民たちに鉄砲の使い方を教え、果敢に抵抗する意思を示しました。さて鶴崎城へ向かってきたのは、野村文綱、白浜重政、伊集院久信らが率いる3000の島津軍です。彼らは吉岡勢がすぐにでも降伏してくると踏んでいたのですが、抵抗する気構えだと知ると総攻撃を命じました。しかし勢い込んで突撃してきた島津軍を待っていたのは、巧妙に仕掛けられた罠だったのです。そこら中に落とし穴が掘ってあり、穴へ落ちた島津兵に対して鉄砲が火を吹きます。鶴崎城には300丁もの鉄砲が備蓄されていて、圧倒的な火力が島津軍を苦しめました。こうして敵を撤退させた吉岡勢の士気は上がり、包囲の上から甲冑を着込んだ妙倫には勝ち時を上げさせます。一方、思わぬ反撃を受けた島津軍は翌日以降も総攻撃を繰り返しました。しかし幾重にも敷かれた防御線に阻まれて突破できず、いたずらに何日も損害を重ねるばかり。また妙倫にの卓越した指揮ぶりもあって、16度に及ぶ攻撃は全て跳ね返されたといいます。このままでは作戦続行に支障をきたすと焦った野村たちは、城を落とすことを諦めて和議を提案しました。実は吉岡勢も食料や弾薬不足に苦しんでおり、抗戦は難しい状況になっています。妙倫には城兵の除名を条件に応じることを決意しました。島津が城へ入ると、妙倫には諸将をもてなし、酒や魚で歓待したといいます。打ち解けた両者はすっかり和やかな雰囲気となりました。ところが豊臣秀吉率いる大軍が北九州に上陸したことで、島津軍は一斉に南へ撤退することになります。すると妙倫には野村文綱に懇願するのです。大友を裏切った今、もはや戻れません、一緒に薩摩へ連れて行ってはくれまいかと。不憫に思った野村は快諾し、やがて最後の酒宴が催されました。翌朝、酒に酔って千鳥足の島津軍はゆっくり南へ行軍し、妙倫には支度をしてから追いかけると伝えて城へ残りました。そして家臣たちを集めると下知を下すのです。者ども、時は来た、急ぎ城を出て先回りするのじゃ。鉄砲隊を中心とした部隊が迂回路を通って先回りし、寺地浜へ潜みます。
そして妙輪には残ったものを引き連れて島津軍の後を追いました。そうとは気づかない島津軍が音津川のほとりまで来た時、50人ばかりの吉岡勢が時の声を上げて攻めかかり、敵の退路を遮断します。思わぬ奇襲にたじろいだ島津軍は寺地浜の方へ向かわざるを得なくなりました。しかし妙輪にはその瞬間を待っていたのです。浜に鉄砲隊を潜ませており、島津軍が接近したところで一斉射撃を見舞いました。予想もしない状況で大量の銃弾を浴びたのですからたまりません。さらにもう一斉射受けたところで島津軍は総崩れとなりました。この戦いで島津軍は白浜重政と伊集院久信が戦死し、野村文綱もまた日向まで逃げたところで亡くなったといいます。こうして妙輪には島津軍を撃退し、鶴崎城を奪い返しました。臼杵城へ戦勝報告が届けられ、大友宗麟は妙輪にの武勇を褒めたたえたそうです。吉岡妙輪についての詳しい動画もありますので、興味のある方は右上に表示される吉岡妙輪の動画はこちらからご覧になってみてください。第3位、野望の城を救ったお姫様の武勇、海姫。小説や映画などの影響で今まで知られていなかった人物像がクローズアップされることってありますよね。第3位の海姫もそんな女性の一人です。戦国を代表する姫武将といえばこの人といった感じでしょうか。海姫は推し城主成田氏長の娘として生まれますが、天正18年1590年に小田原の役が起こりました。父は主君北条氏の本拠小田原城へ入城するのですが、なぜか海姫は推し城に残ったままです。なぜ父についていかなかったのかは謎ですが、何らかの理由があったのでしょう。さて、推し城にこもるのは城代成田康末はじめ留守部隊が500ばかり。一方、岩槻城や八幡城を攻略した豊臣軍2万が推し城へ迫ってきました。大将には石田三成がつき、大谷義継や夏塚正家などが脇を固めています。推し城では近隣の農民たちを引き入れて数こそ多くなっていますが、ほとんど戦力としては期待できません。それでも降伏せずに一戦交えようというのですから、かなり士気は高かったのでしょう。豊臣方の降伏勧告にも応じず、ついに戦いの火蓋は切られました。ところが、もともと体調が良くなかった安末の病状がにわかに重くなり、籠城戦の最中に急死してしまうのです。そこで新たな城代となったのが嫡男の長近でした。父の意志を継いで城を守る決意を固め、豊臣軍の前に立ちはだかったのです。推し城は関東屈指の名城というだけあり、圧倒的な豊臣軍の攻勢を跳ね返します。また城門に効率よく部隊を配して城への突入を食い止めました。なかなか進展しない戦況に苛立った石田三成が水攻めを試みるものの、やはり城はびくともしません。とうとう城を囲んでから1ヶ月が経った頃、三成は損害を顧みない総攻撃を決意しました。攻め口から殺到してくる大軍を前に成田勢は奮闘しますが、さすがに多勢に無勢、徐々に押されて城への侵入は時間の問題となります。この苦境の中、長近は自ら出陣するべく槍を取りますが、静かに押しとどめる女性の姿があったのです。それは火落としの甲冑に身を固めた海姫の姿でした。今こそ坂東武者の意地を見せてくれんと手勢を率いた海姫は、名刀波切りを携えて群がる敵中へ駆け入ります。自ら敵兵を幾人も打ち倒し、ついに敵を押し返しました。すると海姫を女だと侮った敵の武者が名乗りを上げます。これは勇ましい、それがしの妻にしてくれよう、と言うや否や、海姫は自慢の号泣を素早く取り出し、目にも止まらぬ速さで武者を射落としてしまったのです。あまりの早技に敵は度肝を抜かれて立ち尽くすのみ。命が惜しくない者は寄せてくるがよいと姫が大音声で叫ぶと、
敵はもはや尻込みするばかり、攻めかかってもきませんでした。他の攻め口でも海姫の武勇が知れ渡るや、城兵たちの士気が上がります。行田口や様口でも敵を押し返し、三成が目論んだ総攻撃は失敗に終わりました。こうして忍城は1ヶ月半も耐え抜き、小田原城から海上の使者がやってくるまで踏ん張り続けました。忍城を退去する際、長近や海姫はじめ城の面々は甲冑に身を固めつつ堂々と去っていったそうです。その後、海姫は大阪へ赴いて豊臣秀吉の側室になったとされていますね。海姫についての詳しい動画もありますので、興味のある方は右上に表示される海姫の動画はこちらからご覧になってみてください。第2位、源氏軍を悩ませた剛力無双の女武者、巴御前。第2位に登場するのは木曽義仲の愛称であり、剛力無双の女武者として恐れられた巴御前です。とはいえ、吾妻鏡などの一次資料には登場せず、平家物語にほんの少し出てくる程度。彼女の存在がにわかに高まるのは、源平盛衰記や源平登場録といった軍記物によるものです。やがて江戸時代になって脚色が加えられ、歌舞伎の演目として人気を博しました。架空の人物である可能性が指摘されていますが、各地に巴御前に関する伝承や逸話があるのは事実ですし、墓所や塚も残されているため、もしかすると実在した女性なのかもしれません。ここで平家物語に出てくる巴御前の勇猛ぶりを紹介してみましょう。義仲が後白河法皇の布教を買って追討を受け、最後を迎えるあたりに登場します。義仲は去年の春頃までは北国の大将軍として5万の兵を率いていました。今や追討を受けて敗残の身となり、粟田口を出る頃には主従7騎が残るばかり。そのうちの一騎が巴という美女でした。紫格子のひたたれに萌木の腹巻きを身につけ、重刀の弓とともに矢をいくつも背中に背負っています。また太くたくましい白足毛の馬に螺鈿を散りばめた鞍を置いて颯爽と乗っていたそうです。もはや最後は近いと悟った義仲は、巴を近くに呼んでこう告げました。そなたは女ゆえ、ここから逃げるのだ。わしはこれから戦いに臨み、最後は自害するつもりだ。女と一緒に死んだとなれば物笑いとなろう。すると巴は名残惜しそうに言うのです。それでは私の最後の戦いをご覧に入れましょうと。やがて向こうから剛力無双で知られた恩田八郎がやってくるではありませんか。恩田は源義経配下にあって名の知れた敵将でした。すると巴は30騎ばかりの敵中へ駆け入って、恩田と馬首を並べます。そして無造作に恩田の頭をつかむと、気合もろとも首をねじ切ってしまったのです。さらに敵に挟み込まれた巴は敵兵2人の首を両脇に抱え込み、やはり腕力だけでねじ切ってしまいました。巴は幼少期から体の大きな義仲を相手に格闘術を磨いていますから、女性でありながら一騎当選と呼ばれるほど。その凄まじいばかりの旅力で大の男を圧倒したのです。その後義仲に別れを告げた巴は軍装を解き、信濃を刺して落ち延びていったとされていますね。巴御前についての詳しい動画もありますので、興味のある方は右上に表示される巴御前の動画はこちらからご覧になってみてください。第1位、郷土を守った瀬戸内のジャンヌダルク、鶴姫。戦国乱世の頃、瀬戸内海で勇猛果敢に戦った多くの水軍が知られています。能島村上水軍を率いた村上武義などが最も有名でしょうか。武義の時代から少し前になりますが、郷土の大三島を守るべく戦った一人の女武者がいました。その名を鶴姫と言います。大永6年、1526年、
大山住神社の大宮司を務める家に鶴姫は生まれました。父は大堀安持といい、二人の兄がいたのだとか。長兄の安奥は神職を継ぎ、次兄の安房が水軍の大将を務めていたそうです。鶴姫は幼少の頃から兵書や兵術に優れ、武芸でも人並み外れた才能を発揮しました。また10歳年上の安房と立ち会っても引けを取らないほどの腕前だったといいます。ところが当時は戦国の真っ只中、父が亡くなった後、周防長門を治める大内義隆が近江島へ職種を伸ばしつつあったのです。天文10年1541年、大内義隆は水軍の将白井房胤に命じて近江島の攻略を画策し、大軍を差し向けてきました。河野氏や来島氏と共に迎え撃つのですが、相手は何倍もの大軍です。16歳になった鶴姫は三島明神に戦勝祈願をすると、美しい甲冑に身を包みました。やがて馬上で戦場に立った鶴姫は大薙刀を振るって奮戦し、敵兵を次々になぎ倒していきます。姫の戦いぶりに勇気を得た連合軍はやがて大内軍を追い落とし、辛くも勝利を収めることができました。しかし敬愛する兄安房は帰らぬ人となり、味方も多くが傷ついてしまいます。一方敗北を喫した大内義隆はその年のうちに再び近江島へ攻め込んできました。すると鶴姫は早船に乗り移り、皆の先頭に立って敵の間近までこぎ入れます。そして油断した大内水軍の隙をついて奇襲を仕掛けたのです。鶴姫は我は三島明神の権化なりと大恩情を挙げつつ敵陣に切り込み、勇猛果敢な戦いぶりを見せつけました。そして大内軍を上陸させないまま総大将を討ち取り、またしても敵を撃退したのです。この直後鶴姫は兄に代わって水軍の陣代となります。大三島の守りは彼女の双肩にかかっていたわけですね。そんな鶴姫が心の支えとしたのは、同族で幼馴染だった越智安成という若者でした。やがて二人は恋仲となり、共に大三島を守ることを誓い合ったといいます。ところが大内はあくまで必要でした。2年後義隆は必勝を期して腹心の部下である末高房を送り込んできたのです。今度の大内軍はこれまでにない規模で攻め寄せてきました。河野氏はじめ瀬戸内の水軍は死力を尽くして戦いますが、数の力で徐々に押されていきます。また鶴姫の一族も次々に撃たれていきました。鶴姫も奮闘して粘り強く戦うものの、ついには恋人の安成までが討ち死にを遂げてしまいます。敗色濃厚となる中、決断を下したのは長兄の安奥でした。皆の前で大内の軍門に下ることを表明します。しかし鶴姫の心は折れてはいませんでした。残った早船をかき集め、わずかな兵力を結集させて夜襲に打って出たのです。折りよく海は嵐となり、鶴姫たちの姿を包み隠しました。またしけの中では大内水軍の警戒も緩くなっています。ついに夜襲は成功し、鶴姫は奮闘して多くの敵を討ち取りました。一方大混乱に陥り、軍船の多くを失った末高房は撤退を決断します。こうして鶴姫は近江島を守りきってみせました。戦いの後、鶴姫は亡くなった兄や恋人を思って三島明神へ参籠します。やがて一人で沖にこぎ入れると、そこで受水して自ら命を絶ちました。最後まで安成のことを慕っていたのでしょう。辞世の句は、我が恋は三島の裏のうつせがい、虚しくなりてなおぞ患う、というもの。鶴姫が恋人を失った悲しい心情が伝わってくるようです。ちなみにこの鶴姫伝説ですが、実話とは言えないようです。その実在をめぐっては疑問点が多く、一次資料もないことから史実としては否定されていますね。とはいえ大堀氏の伝記である大堀家記には鶴姫の逸話が残されているそうです。
現在は行方不明になっているとのことですが、もし再び日の目を見るようであれば、鶴姫に関して新たなことがわかるのかもしれません。鶴姫についての詳しい動画もありますので、興味のある方は右上に表示される鶴姫の動画はこちらからご覧になってみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。